ってんですが、ちょっと最後の時間がなくて十分時間が取れなかったと思うんですが、振り返りシート、これ大変私はいいものじゃないかなと思います。これが授業を活性化させる、生き生き楽しく授業を受けてもらうっていうことに、役立っているかどうか、馬場先生どうお考えになりますでしょうか。ですね、こちらはですね、かなり役立っているというふうに私は捉えております。で、実はこの振り返りシートを私自身が授業で導入した経緯もちょこっとだけお話ししますと、本学はですね、少人数制の授業としていないんですね。それで多いところですと50名60名という形になっています。それで英語はですね、学科によっては必修にしているところもあるのですけれども、ほとんどの学科が選択必修の形で何単位以上という形にしております。それで私自身はその選択必修という科目のずっと持っているのですが、そうするとやはり希望者が多いクラスもありますので、私自身が今年度の前期持っている科目の大半が60名クラスですね、60名ちょっと切るぐらい、50名から60名という形でやっております。そうするとどうしても目はなるべく行き届かせるように心がけてますし、それこそ私教室の真ん中で授業をしていることもあるんです。ど真ん中で前じゃなくてど真ん中に行くこともあるぐらいなんですけれども、ただそれでも学生のことが見えないとかそういったこともありますので、やはり一人一人 の意見を吸収したい、それから学生自身がどういうことを考えているかということを知りたいというところから、本学に着任した半年後ですね、ちょうど後期からこの振り返りシートというのを始めました。それで頑張りだとか理解だとかも含めてやっていくことで、学生が考えていくこととかもすごく分かるんですね。で、それだけではなくて、学生自身がいろいろ授業中に感じたこともざっくばらに書いてくるんですね。要はシートのところに自己反省とのコメント、次回頑張りたいことなどっていうのを入れてるんですが、そこに全くその自己反省とは関係ないんですけれども、自分自身のことをいろいろ書いてきたりとか、私に聞いてもらいたいことを書いてくる、声をかけるのがちょっとかけにくいなと思ってもここになったらかけるっていう子もいますので、そういう形でコミュニケーションのツールとして成り立っていますので、そういう意味では授業の活性にもつながりますし、学生とのコミュニケーション、本当に人間関係を作っていくっていう、ね、大事なものだと思ってます。で、この人間関係ができることによって授業がかなり本当にスムーズに進んでいくんですね。ですから活性化にはかなり役立っていると考えております。はい、面倒見のいい馬場先生のことですので、学生さんがどういう、ことを考えていて何を悩んでいるのか、望んでいるのか、そういうことが分かればさらに、より良い、対応ができて活性化につながっていくっていう、ことかというふうに考えさせていただきたいと思います。はい、それでは続きまして静香先生にご質問させていただきます。静香先生は、ビデオを見せられることが長かったんですけれども、最初の方で、とにかく、寝てるような、授業をやってるのは教育者として失格であるというような、お話をされたかと思います。とにかくこう教師であるっていう、意識を持つ、念を持つなんていうこともありましたけれども、こういう意識がない先生には授業を活性化することはできないんでしょうか。いかがでしょうか。できないですね。そういう先生はもう、授業が沈滞化したままでしょうがないということですかね。そうですね。そうしますと、授業を活性化したいんだったら、教師であるという意識を強く持って、寝てる学生が、いないような、寝てたら起こすような、ことから始めなければいけないということで考えてよろしいですか。いや、活性化したいと思うっていうことは念があるっていうことじゃないかなと思うんですけど、だから活性化したいってことはこれじゃまずいなと思うから活性化したいと思うわけなんで、ちょっとだから何て言うんですかね、重なる部分はあるんじゃないかなと。なるほど、とにかく意識を変えない限り活性化することはないということですかね。意識を変えるっていうか、学生に、教えて学生の力をつけるのが自分の仕事ですので、愛情を持って接するということじゃないかなと思う。もう15年くらい前にやったセミナーで、
やっぱり授業方法についてセミナーで、いや結局その授業はね、愛ですって言ったら、その時の私のそうですね、3、4歳年下の同僚というか後輩というかが非常に反発をしたんで、反発というか、そんなこと言われても分かんないよと、愛情は自分たちであるんだけど、うまくいかないんですよっていうふうに言った人がいたんですね。で、その人と、つい一昨日飲んだんですけども、先生あの時の話が分かりましたと。で、彼は今親になったんですけども、今娘さんが4歳か5歳ですけど、自分の娘にはやっぱり愛情を感じると。で、もしかすると先生あの時に学生を愛することだよって言ってたのを、ひょっとしたら先生は学生にね、こういうなんか娘とかその子供と同じことを思ってたのかなと思って、すげえなと思って、なんかあの時分かんなかったけど、なんか分かった気がしますみたいなことを一昨日言ってました。ありがとうございます。非常に馬場先生と静香先生と近いものを今感じました。大学のお母さん、大学のお父さんという感じでしょうが、奥田先生、この件に関してどうですか。奥田先生は学生に愛情を感じられますか。そうですね。はい、やはりもう一人言えないんですよ。もう一人大学のお父さんが増えたようですけれども、はい、はい、それでは静香先生のご質問を続けさせていただきたいと思いますが、静香先生はとにかく座学はもういいよと、知識を与えるような授業は活性化するものではないっていうような、趣旨の、ご提案だったと思います。ところが、今大学といっても、中学レベルの知識がない、学生が非常に、多く入ってくるようになっております。そのような学生に対しては、知識を与える、いわゆる座学的な面も省くことはできないんではないかなというふうに思いますが、この点に関してはいかがお考えでしょうか。そうですね、座学を全部しないわけではなくて、実際に座ってた場面もあると思うんですけども、ただ中学の高校の授業でもやっぱ座学はなるべく、座学というかその、座って知識を、ただ得るというよりも、それを実際にこうペアでやってみたりとか、立ってステップ踏んでみたりとかっていうことが大事なので、大学に入ってくる学生のレベルが下がっているからこそ、それがさらに必要かなというふうに思っています。はい、はい、もう一点、最初に見せていただきました授業例の2位は、確かあれは英語化教育法の授業。そうです、はい、はい、はい、英語化教育法の授業といいますと、なんかいろいろ指導法とか、学習者論とか第二言語習得とか、そのようなかなりこう知識を与えるっていう面と、それから模擬授業を行うみたいな面と、座学の面と、実際な、スキルを使って教えるっていうことを教える2つの側面があると思うんですが、先ほど見せていただいた、ビデオですと、英語の、発音をきちんと言えるようにする、それから、リズムによって言えるようにするっていうところが中心だったかと思うんですが、その知識を与えるっていう件に関してはいかがなさっているでしょうか。知識を与えることで授業時間を使いたくないと思ってるんですね。で、もしだから与えた知識があった場合には教科書を指定して、あの場合には、私の教科書を、強制的に読むような仕組みになってるんですけども、例えば、もうちょっとスタンダードな、英語教育の教科書をもし使うとすれば、それは授業まで読むようにして、読んでこないとまずいようなシステムを作っておいて、対面での授業で対面でしかできないことをやりたいと思ってます。なるほど。本に書いてあることは改めて、大学の授業では言わないと。そうですね。ただ、自分で読んだだけでわからない部分はあるかもしれませんので、補いはしますけれども、主体は対面でしかできないことを使うのが正しい使い方かなと思います。はい、今日 の、 いかに大学の英語授業を活性化するということですので、英語教育の方はちょっと今離れて話すべきことかと思います。英語の授業に関しまして、今静香先生がご提案 の、とにかく対面でしかできないことにをやるべきだということに関しまして、奥田先生、馬場先生、いかがお考えでしょうか。そうですね、先ほども申し上げさせていただきましたけれども、
まあ、その私もですね、途中でそのフルデジタルの e ラーニング教材というのを事業で やっておりました、まあ、担当になったのでやっておったんですけれども、そのフルデジタルの教科書だとですね、まあ、その事業に集まらなくても学生は事業外でやってこれますし、まあ、事業にもいろいろ集めてやっているという感はありましたけれども、それでも中にはですね、学生さんの中にはですね、そういう事業の方がいいと言われる学生さんもいらっしゃいます。だから先生にもですね、そんな活性化なんかしたくない淡々と英語授業やった方がもう知識が身につくんだと言われる先生もいらっしゃう、学生も10人といろ、まあ、その割合は分かりませんけれども、教師も10人といろで、まあ、好みやり方というのはいろいろあるので、全てをそのやり方に統一しなきゃいけないとかですね、それはやっぱり学校らしくないとは思うんですよ。なので、まあ、いろんなやり方があって、いろんな先生がいて、いろんなやり方があって、いろんな先生がいるんだよっていうのを学生さんに提供してあげる、いろんな面があるんだっていうのを提供してあげるっていう意味ではですね、そのことになってましたかね。はい、いろんな答えことが OK だというご意見のというふうに解釈いたしました。でもとんでもじゃないですけれども、はい、あんまり規定するのもどうかなと思って、はい、ありがとうございます。馬場先生、いかがお考えでしょうか。はい、ですね、やはり私も静香先生のお考えにすごく賛成する部分は多々ありましてですね、やっぱり教室に来てるからこそできることってたくさんあると思うんです。で、例えば音読一つを取ったとしても、その音読 の自分でも音読ができますよね。でもその音読がその音が正しいかどうかとか、そういうのをモニターして、それでフィードバックしたりするのって教員の役割ですよね。でそういったことができるのっていうのはやっぱり教室ですし、それで例えば私はライティングの授業なんかも持ちますけど、ライティングの授業勝手に書いても、でもそこで今度頭の中活性化させたいとか、いろんなことするときにちょっと刺激を与えてあげるだけで、あ、これも書けるんだなとか、さまざまなことがあります。ですからやはりその内容面での刺激というかフィードバックを与えたりとか、それだけじゃなく今度は文法面でも、先生これ合ってるって聞いてきたりもするんですけど、やはりそこで文法面で、あ、ここはこうだよとかで、単語でもこっちの方がいいよとか、当然私パソコン上でやっていますので、ワードでコメントして返すんですけど、そのコメントの内容等に関してもいろんなことで学生から聞かれることがあるんです。でもそういったことでも対面だからできることっていうのはたくさんあるわけです。でやっぱりそういったことは絶対に必要なので、全てを何て言うでしょう、もう活動的なことで座学はなしよっていうわけではないんですけれども、教室で当然座学もしなくてはいけない面っていうのはたくさんあるのですが、両方をミックスして、それであとはまあ、教科書に書いてあることだけを教えるのだったらば、誰でもっていうか、まあ、勝手に自分で学生が勉強してもできちゃうかもしれないんですけれども、私自身それだけでは嫌なんですね。ですからまたちょっと話ずれてしまうかもしれないんですけれども、私自身その15分ずつぐらいでタスクをやっていくときに、例えば教科書使ってても教科書べったりにはしないので、自分で持ってるハンドアウトとかさまざまなものを使って手を変え品を変えてやっていくので、ハンドアウトも何種類も持っていくんですね。そういう形でいろんなことをしていって、それでこれはここの教室に来たから、この授業に来たからこそできるタスクなんだよっていうようなものを提示していくっていう形で、それで音読なり何なりでもいろいろなことをやっているという形なので、やはり教室でできることっていうのは絶対に入れるべきだと思ってますし、そこで学生の反応を見ながら、あ、この子はここができるからもっと伸ばしてあげようとか、そういうのを発見してあげるのも教員の役割なので、絶対それは必要だと思います。ありがとうございました。